はい、皆さんこんばんは。栄冠ナインやっていきたいと思います。サイテマンです。今日もねやっていきましょうか。よし、総合戦力は A 度 A で名門ということで、このパートでですね甲子園行きたいと思います。甲子園大会ですね。1回戦ね、春の甲子園大会1回戦が案外強いとこ来るんでね。いやまあそうでもないか、まあ、どこと言わず甲子園大会っていうのは急にバケモンクラスの、高校が現れる可能性がありますので、春はねとりあえず春を多く勝って夏につなげると。まああくまで目標は夏に標準を合わせてはいるんですけども、とりあえず試験か。何かしら勉強できないやつっていうのは出てくるんだよな、試験やってると。いけるか。柊は成績良かったと。インテリア級の柊が成績良くて、浦憂は成績が良くなかった。あ、小池氏と柊が良くて、変化君と浦憂がダメだったと。練習効率下がってるんでね、これラットマシン入れます。あの練習効率下がってるんで1でいきます。まあ練習効率上がってるやつもいますけど、お、これもしかしたら取材か。取材来ないか。取材全然来ないや。うちの高校もう常連だから関係ないのかな。どうせ結構あれでしょって言って、いい感じのとこまで行って負けるんでしょみたいな、そういう感じでしょ。うん、いや俺負けない、負けませんから今年は。見てくださいこれ、このピッチャーたちの凄さで、このミスターね、こいつをエースに立てて、で埼玉も変化球を順調に磨いていると。勝次郎も磨いていると。へっへいはね制球ですね。変化球、変化球、変化くんは制球。席ねえからはね、席ねえからは逆にバッティング鍛えてもいいなってちょっと思ってるんですけど、うん、捕球が低い。いやどうだろう、席ねえからどうしようかな。変化球磨くか。とりあえずね、変化球この1のやつはダメなんで、1のやつはなくします。小池氏は万能ですね。で横谷、小池氏万能ですね。横谷は肩ですね。ゴリミツはミートと。ミートと。で、IQ 無限ミート。IQ 無限はミートだな。で、剣棒パワー。パワーヒタね。で、シュー、ミート。メンヤ、シュー1。メンヤ、シュー1、肩。いや、守備にしよう。カイジ、パワー。パトラッシュは、パトラッシュ万能ですね。いいですね、パトラッシュ。そうだ、前回吹雪もパワーヒッター覚えたんですね。ぶっちゃけね、去年の俺たちをアベレージヒッター、アリスとうなぎ工房はアベレージヒッターいたんですけど、今年はね、パワーヒッタータイプが多いですね。で、芦田愛菜も、芦田愛菜はね、万能だな。これでいきます。これで甲子園大会。今の練習メニューで全員甲子園大会に臨むということです。なので、甲子園中は練習メニューを変更することができませんので、お、キレの方持ってきた。ナイス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 。ミスターにキレつかせるか。ミスターって確かキレ持ってないですよね。キレ丸。持ってないね。ちょっとキレつかせます、ミスターに。キレの本、キレの本。キレ。変化球のキレが上がります。はい、これミスターに使います。はい、切れ丸を取得という。切れ丸持ってた？持ってないですよね。もう取得ということですね。で、切れ丸持ってなかったよね。ボケでの俺持ってなかったですね。持ってなかったですね。で、多分使えないって出ると思うんで、持ってなかったら。うん。あ、持ってたら。あ、お、卒業式が来ました。卒業式。いやー、みんな卒業式ね。仰げば尊し。いきます、卒業式。いろんな選手いたからな、一人ずつ振り返っていこうか。まあ、嬉しいことですよ。野球コーチである俺も卒業式に呼んでくれるっていうね。まあ、普通は呼ばれませんよね、卒業式に。まあ、俺も卒業式に呼んでもらえるってことで、一緒に涙を流そうかなと思います。卒業式が始まる。一人ずつ振り返っていきましょうか。卒業生一同、コータロス。
新藤大学生か。こうだらすね。で、坊ちゃんがプロ野球選手か。で、守君もプロ野球選手ですね。おそ松は？あ、大学、あ、大学行ったの？ニートとかじゃなくて。ニートじゃなくて、大学行ったんだ。うなぎ工房がこの打率ですよ。アリスもこの打率ですよ。貞治もプロ野球選手ですね。野々村は？ショップ店員。政治家じゃなくて、ショップ店員。タイガーが魚屋。肉屋になろうぜ、もう。タイガーだから、肉屋になろうぜ。サワ、サラリーマン。サワ、お前最後の最後まで普通だな。最後フリーターとかになってくれれば、最後の最後までもう、その通りに行くよな、サワ。サワよ。まあ、俺あいつのこと大嫌いでしたけども、まあこう、離れ離れになるとね、寂しいもんがあります。ちょっと登録します。詳細ちょっといじります。坊ちゃん。坊ちゃんのね、登板タイプを変更します。坊ちゃんはね、中継ぎですね。あ、適正も全部取ろう。成長普通で、守君は先発タイプなので、先発タイプにして、まあ、適正も全部取ろう。全部できるに越したことはないんで、全部取得します。で、うなぎ工房、強い。今年の、プロ野球選手は強いです。よし、来年もね、どんな選手が誕生するのか、楽しみですね。いやー、一試合でも多く勝って、期待、卒業式終わった。サワー。サワーがね、ちょっと一番思い出あるかな。なんだかんだ言ってね。ということで、いきます、座禅。お、公式戦見えてきました。とりあえず、評判見ますか。公式戦というか、1回戦の。C ぐらい来てくれると嬉しいんですけどね。 A 来るとちょっとまずいですよ。剣棒足のままなパトラッシュ。パトラッシュは能力はパトラッシュにしよう。とりあえず次取りに行きたいんで。お、アベレージもう覚えろ。一発狙え。アベレージいったら欲しいんだよ、うちのジム。いけ、来ました。アベレージいった取得。パトラッシュ2号がアベレージいったを取得した。でかすぎる。うますぎる、これ。マスラ入れます。これはうまい。素晴らしいね。何？抽選会が発表された。前評判教えてくれ。B か。香川県大都の多度津。多度津来た。ああ、香川か。うどん県。うどん食ってますからね。強いですよ。俺たちはね、蕎麦食って、行きますよ。ちょっとまとまらなかった話が。話がうまくまとめられませんでした。申し訳ない。行きます。まあ、とりあえず球速測定だな。公式戦、第1回戦 B ランク。絶対に負けられない戦いがあるんです。よし。行くぞ。みんなドキドキしてますか？甲子園大会1回戦。テンション上がった。練習効率も上がった。行く。あ、途中で練習指示が入れれる。これはでかいですよ。途中で練習指示入れるのはでかいですね。もう能力上げたくないとかあるんで、甲子園能力上がりまくるんで。よし。強豪揃いだが勝つ。小池五輪光秀。あんまりいい選手がいないが、まあゴリミツでしょうね。なるほど。先発は相変わらずのミスターと。で、アンダーソン、新しいアベレージ取ったんですね。で、ゴリミツ4番に置いてると。で、フグキパワーヒッター持ってるんで、まあ5番ぐらいに置いておいて。で、剣棒も虎視眈々と狙っているというようなパターンか。
年谷修一んとこが若干不安だが、裏憂い起用するか、もう若干守備下がるが、裏憂い起用しようで、こうしよう。いや、裏憂いは代打の切り札で取っておくか。こうだな、まあまあこうだな、いきます。アンダーソン外してもよかったかもしれないですね、不調だったんで。勝ちますよ、まあ、B 行ってきて A ランクが来るみたいなね、そんな前のマネージャー、男マネージャーみたいなことは今のマネージャーは怒らんでしょう。第3試合の模様をお届けいたします。詳細っていう、ね、中国の人みたいな名前ですけども、うわ A だった、 A だった、さあ注目の大会初戦、嫌だな、嫌だなっていうか、ちょっと能力見せてもらおうか。また、肩が良くて、なるほど肩がいいと。梶本、梶やんね、どの上パワヒタ、どの上、どう上か、俺の知ってるどの上じゃなかった。で4番こいつね、鹿野、鹿野ってね、去年もいたような気がするが、パドス来たって俺やったことあるな、相手すごいんだよこれ。砂川、花岡、肩がいいと。吉松ね。で萩野といきます。まあそこまでの A ではないですけど、まあ強いことには変わりはない。ボリミツがパワーヒッター持ってるんで引っ張るか、思い切って下手すりゃ一発ある。ああボール、点入るか、入らない。実質俺と戦いたくなかったから歩かしたみたいな風にも取れるな今の。あれこいつコントロール制球定まってない、もしかして。引っ張ろう、三振、臭かった。低めの変化球、守備か。ミスターが非常にいいピッチングをしているわけだが、マジか、よし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 、取ったアンダーソン、ナイス。てか俺たちノーヒットノーランじゃね。あよし、ノーアウト1、2塁、熱血入れよ。1球待て入れて、相手素だね。ダースちょっとあんま調子良くないみたいなんで、制球が定まってない。エンドラン入れよう、ゲッツを避けるためにエンドラン入れます。ナイスナイス、熱血入れたのが良かったな。パトラッシュナイスで、まだこの回は終わらない。1球まで入れて引っ張ろう。ファールか、これはファールか。でもさっきパトラッシュ大したもんですね。甲子園広いんですけど。おお、ナイスナイスバッティング。お、投球が低いね、ナイス。三塁いける、三塁いける、ケイ、よし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 。初めてのヒットになりました。初めてのヒットだったの、今の初安打だったのか。え、ホームラン、あいつがってことね。なるほど、あいつがってことね。どうしよう、転がすか、犠牲フライ、吹雪犠牲フライ打てるか。追い込まれたんで犠牲フライちょっとまずいので、流し打とう。お、フォアボール、オッケーオッケー。相手ピヨってるチャンス、お祭りだーと。お祭り入れて、息待て入れて、まあ当然入らないので、エンドランじゃない、引っ張ろう、当てようよ、バットに。よし、これはまあ点入りますよ。あいつ、捕球低いな。ライト、捕球低いですね。ありがたい、祭りだと。お祭り入れて、決まって、で流し打つ。小五郎なら打てる、何点でも取っておこう。セーフと。ゲッツー免れて、まあ強心臓だな。
畳みかけますよ。さて、メインや周一ちょっと打率が低いな。犠牲フライは打てるでしょ、さすがに。ダメだ、追い込まれた。引っ張れ。あー、ゲッツー臭い。これメインや周一、メインや周一、これ1点抑えきれるかな。さすがのミスターは抑えきれるかな。ラッキーボーイだな。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。一球待て入れて、一塁誰だ、ミスターか。ミスターはまだ降板させれませんので、そのまま行きます。よし、次バントしますか。いいバッティングを見せました。シューはバントさせますか。送りバント、初球送りバント、ピッチャーが左へ転がした。ナイスバントね。アウト。ここはきっちり送ってきました。でパトラッシュにつなぐと。一球待て入れて、曲がしたパトラッシュ。うわ、強襲。これで2アウト。ランナー強襲ってすごいがっかりするよね。ファイトだな。行き待て。うわ、最後取ってきたか。引っ張れ、打てるぞお前なら、ゴリミスなら。追加点、よし。うわ、ダメだ。取ってこれで3アウト、チェンジ。ランナー2塁。ちょっと怖い。よし、いよいよ。あともうここ抑えれば勝ちですか。ピッチャー何人いる。一人抑えて変革に変えて最後勝次郎にします。守備は変えておきますか、埼玉入れておきます。ファースト裏売れになってるんで、なぜか剣棒に変えて、とりあえずこうですね。で伝令、守備にすごく気合い。これはもう抑えたでしょう。ミスターはとりあえず大丈夫でしょうね。ミスター大丈夫でしょう。うわ、打ってくるか。いや、ミスターの方行きます。ミスター調子いいんで。よし、ワンストライク取ったので、低め中心変えると。まず結構打たれた。まあでも最悪あの2人ランナー返したとしても、まだ2点差あるんで、ピンチを広げてしまいました。まだ2点差あるので、よし、追い込んだ。低め中心だな。よし、三振、ナイス。バッターは新、正直怖いんですよね、ミスターを変えるの。変化君使うか。変化君、変化君変えよう。で究極の思考を挟み、打たせて取れ。頼む頼む、臭いところかな。 OK、 ストライク。ギリギリの、ナイス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 。でピッチャー変えます。ピッチャーを和次郎に変えると、高校チームプラス守備も変えます。アンダーソンに変えて、芦田愛菜、小池に変えて、横や剣棒に変えて、 IQ 無限、お目の関根からはセカンドね、セカンドお目の関根からにすると。これで全員起用です。でさらにだ、投手能力をすごく上げる。でさらにだ、調子アップ。でさらに強心臓、これは抑えたでしょう。オッケー、試合終了です。高校チームあざす、1回戦 A ランク倒しました。よし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 。で何がいいかって、選手を全員使えたということですね。それが何よりすごい収穫です。選手全員使えました、ありがとうございます。じゃあ次の相手だけ見ときますか。 B、 あ、こいつらやったことあるな。水戸とか言って、うん、三の江でしたっけ、三の江農業、こいつらやり合ったことありますが、
A だったかな B だったかな、ちょっとその辺うろ覚えなんですけども、また次回やっていこうと思います。ということで、この辺でお疲れ様でした。ありがとうございました。